これが指標になるかどうかは分からないんですけども、うんはい、我々がその上げてたコンテンツで、はい、要はなんか各タイプ上げたじゃないですか、うんうんうん、1本ずつ、はい、それで見ると、うん、多いのはですね、うんまあ、その注目されたっていうのを、はいうんまあ、イコール行きづらいじゃないですけど、はいはい、外交の方々っての動画はそんなに回らないんですね、うんはいはいはい、でも例えば ISTP が2741見られてます、うん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 、INTP 4037、はい、多いですね多いですね ENTJ だと800とかなんですよね、うんうんうん、ISFJ 1903、はい、INFPうん、INFP, INFP 約1万ですねすごいですね9800、はい、INFJ、うん、6930、はい、あだとくしくも、うん、この今日やる INFP がやっぱり多い、うんうんうん、高評価が178ですよ、うんうんうん、我々のやつ高評価10ぐらいですよ普通は平均、はいすごいですねこの高評価178件っていうのはすごいですね INFP の皆さん、はい、ありがとうございますありがとうございますっていうところなんです、はいうんうん、やっぱり多分分かってくれない、うん、世の中は分かってくれないと思ってるマイノリティですからねはい 1% でしたっけ INFP カーシー博士を、はい、あー、はいはい、置いてきてしまった置いてきてしまった申し訳ございません僕は最初 INFP になったじゃないですかはいでその時に 1% とかで羨ましいみたいな感じのあなるほどかもしれない、うんはい、今日はこの内向感情といわれる ISFP と INFP の、はいインザグリップインザグリップを紹介したいと思っています、はい、FI ですね、はい、FI ここの部分主機能が FI なので列島機能が外向思考ですね、はい、TEなんでこの INFP もそうですね、うんはい、でこの方は、まあ、そのマイルールで目をつぶってゴールしますって書いてあります壁の越え方、はいはい、内向感情、はい、FI の特徴としましては、うん、思慮深く調和を重視する人、うん、控えめで相手に敬意を払う人価値観や人を大切にする、うん、芸術肌過去美学的とありましたで内省的独自性があり枠にはまらない考え、うん、人に好意や需要をもたらす敏感とあります、うんはい、で相手に対して控えめで敬意を示す取り巻く環境には敏感な印象ですと、うん、相手を受け入れその人が居心地がいいようにエネルギーを費やす価値観を大切にして物事に反応する傾向があるため、うん、論理重視の人からは型にはまらず、うん、枠を持たないように見える、うん、なるほど論理的じゃない論理的じゃないとは言ってないんですよね価値観重視なんですよあなんか僕は論理的にも考えるじゃないですかこれってこうやってすると効率がいいよなっていうのは考える、はい、と同時に、はい、でもそれって俺のやりたいことじゃねえが出てくるんですよだから論理的に考えないのとは違うと思うんですよね。ああ、なるほどね。ただその論理重視の人からは型にはまらず枠を持たないように見えると、うんうん、なんかこの論理こうやってやったら効率的だよねだけど俺がやりたいのはこれだよねってこっちをやるわけじゃないですかでこう見てると効率悪いことやってるみたいなことを思われる可能性ありますよねってことですね、うんはい、でストレスにさらされた場合はイライラして怒りっぽくなる疑い深くなる、うん、無責任はい、というふうにありました、うん、今日もこちら MBTI タイプ入門、うんはい、インザグリップ、うん、内向感情タイプ、うん、ISFP と INFP、うん、主機能は内向感情列島機能は外向思考と、うん、ここで書いてある特徴としては周囲に柔軟で開かれた態度で接しいろいろなことに考えを巡らし温和で謙遜した控えめな印象を周囲に与えると自分自身も含め一人一人が尊重されることを大事にする、うん、なんか綺麗ですねこの世の生きとし生けるものに対する多様性に興味を持つ、うん、自分にとって取り立てて大切でないことに対して、うん、一貫した態度を取ることを難しく感じることがある、うん、勝手に自分の中で
何かを決めつけて物事を受け取ったりせず、うん、許容範囲が広いような印象を周囲に与える、うん、僕とは違いますね。僕ですねもう勝手に決めつけてお前らこうだって言いたくなる僕とは違いますね、うんうん、そう言われるとあこれもあるんじゃないのっていうのがいっぱい出てくる、はい、うん、優柔不断であると自分で感じたり、うん、周囲からもそう受け取られたりすることがある、うん、あ体調ここなんですね。僕はあの ISFP どっちでも内向感情なるほど、はい、信念を強く持っていることに対しては、うん、打って変わって一貫した揺るがない態度を取る、うん、この辺ですよね。この辺動かないところですよね、はいはい、うん、人の長所に目を向けやすいため、うん、人の短所については気を止めない。あ、うん、なるほど、うん、これちょっと体調っぽい、はいはい、なるほど。でともっちさん、効率やることは分かるけど、うん、自分のやり方でやってしまうことが多い、うん、さっき言ってたやつですね。体調が、うん、あの論理的じゃないじゃん、論理的がないじゃないと、うん、それもあるけど、それは分かってるけど、でも感情の方が優先なんですよ。こうやりたいっていう方が優先される。なるほど、うん、だからそこで理屈でいくら来られても、はい、それはもう分かってる、分かっててこっちをやってるって話なんです。信念を強く持って いることに対しては打って変わって一貫した揺るがない態度を取る、うん、はい、はい、そういう感じです、はい、でも、うん、いいからやってって、もう言われても多分その時は動かないんでしょうね。いいからや、うん、はい、あだからもうやらざるを得ない状況もあるじゃないですか、世の中、はい、社会の中で生きてると、はいはい、そういうものはまあ仕方なくやりますけど、はいはい、だからあのこれは絶対やりたくないレベルまで、はい、これは絶対もうこういうふうにやりたいっていうところまで、はい、思ってればやらない可能性ありますけど、その強さはありますよ、うん、でもまあそこまで思ってるものも少ないんで、はい、自分がない部分もいっぱいあるわけじゃないですか。そんなに気にも留めてない、あの要は、うん、そういう時はそう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 、周囲に柔軟で開かれた態度で接し いろんなことに考えを巡らし、うん、温和で謙遜してっていう、うん、っていう、なんかっていう人だから、うん、調子に乗って、うん、グーってやろうとすると、そうで絶対揺るがないとこまで来ると絶対揺るがないみたいな、もう全く動かないみたいなそんな感じ。なるほど。ヨルダさん、嫁ちゃんが INFP だと、うんうんうん、論理や効率ではなく、うん、私が好きか嫌いかを本当に大事にしているタイプですと、うんうん、理屈や論理が正しかろうと、うん、嫌なものは嫌。そうなんですよ、嫌なものは嫌なんですよなるほど。おっしゃっていることに、うん、ムチ打ちするほどうなずいてる、うん、トモッチさんはい、わかると、うん、なるほど、うん、で、まあ、こんな、まあ、隊長、はい、トモッチさん、うん、ヨルダさんの嫁ちゃん、はい、のやりがいとストレス、うん、特にまあ仕事面での、うんうん、はい、この人たちは一人一人や属しているグループのためになること、うん、ひいては人類のためになることを考えながら目標に取り組んでいけるような、うん、まあ、環境にやりがいを感じますと。物を生産し売り上げを上げることだけにしか価値を見出せない仕事には満足を感じるどころかストレスになりますと、うんうんうん、なるほど。棒グラフ、うん、営業おめでとう、うん、輝いてるねにはあんまり興味を持たないどころかっていうところですよね。そういうところでは別に私輝いても、うんうん、っていうところなんですね、うん、自分のためだけに何かを目的を達成することや、うん、業績を上げることは ISFP、うん、INFP を志向する人たちにとって、うん、ほとんど無意味だと、うん、人間関係の葛藤が少なく一人静かに仕事に打ち込める時間が十分にあり、自分の努力したことが周囲に認められ本人が大事にされている安心感が得られる場合に、うん、最も心地よく、うん、居心地がよく、うん、意味があると感じると、うん、通常ビジネスにおいては、うん、生産性、効率性、うん、および収支を基準にした目標達成を目指すことは一般的ですが、うん、このタイプを志向する人たちはこうした環境では、まあ、ストレスを訴えることがあるでしょうと。この感覚機能を補助機能に持つINFP と ISFP でちょっと違うところとしましては、 ISFP の人は分かりやすい枠組みがあることを評価し、うん、職場に対しては忠誠心を持つことや職場が安定していることを
大事にする一方、INFP の方は何よりも自主性が発揮できることや大きな目標に取り組んでいくことを大切にしますと、うん、INFP は自分の美学に基づいて自己表現できる機会や自分の自主性が奨励され、うん、柔軟性、多様性、変化が支持される環境の中で、うん、職場全体にとって大切な目標を目指していける機会を求めます、うん、ISFP は勝ち負けの競争が極力少なく不確実なことや入り組んだことがあまりない環境を好み、協力的で人間関係に摩擦がなく、うん、すべきことや役割が明確に定義され、うん、コミュニケーションが正確に取られ、うん、曖昧でない状況を求めます、うん、INFP が仕事での目標達成や自己表現に意識を向けようとするのは、おそらく ISFP よりも仕事面で生じるストレスを自分の生活上の悩みの中心に据えることが多いためと考えられますと。 ISFP にとっては仕事は様々あるストレス源の一つに過ぎず、特に仕事と家庭を両立されていくことに伴うストレスの方を訴えますと。なんかピンときます？まあ ISFP の方がピンとくるかなって感じです。なるほど、うん、だと隊長も一応組織に属した時期もあり、はい、そういうところでやっぱりその、まあ、なんか不公平なことが起きたり、うん、要はみんな楽しくやろうぜって感じなんですよ会社なのに会社なのにその別にだからこう無駄に競争して足の引っ張り合いとかっていうのがもう嫌なんですよ。もうみんな楽しくなんか目標に向かって頑張ろうよ、綺麗事っていう感じだから、そんなにこうすごい INFP ほどすごい信念があるわけでもなくっていう、はい、そんな感じです、ね、それやっぱりちょっとこの ISFP は、うん、まあ行動派と言われる、はい、気質としては、うん、酒の神バッカス、ディオニソス、はい、うん、行動派だと、うんうん、またこの INFP っていうのは、理想主義、うん、美意識が高い方々、うんうんうん、なんでちょっとそれが違うってことかもしれないですね、うんうんうん、先にやりがいを感じる部分としては、うん、まあ、自分なりの価値観に沿ってできてそれが奨励される仕事、うん、人を助け支持できる機会があること、うん、協力的で素直にものの言い合える環境、うんうんうん、個人として自分が認められ大切にされていると感じられる、うんうん、自分の専門性や組織への貢献が認められる、うん、がんじがらめの納期が設定されたりせず、うん、柔軟な対応ができる、うんうんうん、っていうのがやりがいを感じる部分、うんうん、でストレスを感じる部分としては多種多様な課題、期待、役割がいっぺんに求められる、うん、きっちりと決められた組織体制や時間的なプレッシャー、うん、職場での人間関係の葛藤や対立、うん、一人で仕事をする時間が足りない、管理的かつ統制的で、うん、価値観を無視したような欲求が強い、うんうん、対決姿勢を取ってくる人が多いような職場、うんうん、なんかかっちりしすぎても嫌なんですよ、ね、多分。なるほど、これはこういう風にやりましょうみたいな、はい、あの流れ作業的な感じ、まあ、決められて楽じゃんっていう部分を、うん、僕は分かったりするんですけどね、うん、っていうところでございます、はい、ST7 さん、はい、多分初めまして、初めまして。今年は、うん、INFP 女性を7人くらい見かけた、うん、なるほど。エニアグラムタイプタイプ9の ISFP み、タイプ4の INFP みと、うんうん、なるほど、うん、まあ、そう分けられると体調はまさしく、うん、ISFP のタイプ9、うん、はい、